3人が3万点前後でひしめき合っております。はい、南山局真田の親空は飛んです。結構いい、まあまあいい。これ富本もねちょっと安いっては上がれないですね、はい、自分の首が締まっちゃうんで、はい、はい、なるべく高いってあげて誰か一人ぐらいに条件つけたいですね。目先はイーソーのポンから入りましたね、はい、本一でしょう。ドラドラあるんで、あそっかドラドラ、はい、ドラドラ本一いらないか、迷ってますね、迷ってますね、間取る か, かあ、まあまあまあ本一もちょっと 見てますね、まだ見てますね。うん、で間取る場合は何を切る、多分間取ってスーピン来たじゃないの、違う、間取ってスーピン、うんうんうん、本一と、いや、あの本一と、はいはい、ドラドラド間を取ってスーピンですね。お、ここでモハクも泣けましたね。これで何を切るか、まあ何でしょうかね、うん、どん出てもおかしくないですからね。確かに、いやでもどうなんだ、まあこのまま普通に進んでいくでしょうね。とりあえずは氷はちょっとここからはとんぼってないんですかね。ちょっと形が悪くはないけど良くもない。むむむ、まあまあとんぼはでもそうです、持ってきた時の形ですね、によるかな。真田の方が意外にいい、いいのか、これはどうなんだ。スーピンいらないですね、6、7、8あるんで、一応いいシャンテンですもんね。あ、開いた、出ましたね、ポンですね、はい、これはトンのポン。江崎に関数ワンのテンパイが入りました。はい、これはねちょっと派手にしておいたのがいきましたね。ドラが取り去ったら、はいはいはい、そんな派手になってないでしょうと。なるほど、はい、江崎の天秤にかけたのがいきましたね。まあもはやあとトン補充しなければいいみたいになったかもしれないですけど、はい、ポンなら、そうそうそう、さあ富本困ったね。富本は、富本はちょっともうね、まっすぐもいけないんですかね、この手のどうなんですかね。両層切ってきましたからね。まあまあドラポンの4センチ入ってますから ね、そもそもまっすぐは全員いけないと思うんですが、もう折りで、放りはでも結構粘ってるっぽいですけどね。そうですね、うん、パピーはちょっと危ないか。ウッパピーは残ってるもんな。リャンピンは当たると思えないですね。ただ粘るならチートイかなっていう考え方もありそうなんで、どうするか。スーピン切っちゃうと手がチートイにしかならませんと。うん、横で、あ、そうか、まあ、スーピンしかないか、しょうがないですね。本当はね横の手で粘りたかったんですけどね、はい、ちょっと危険な牌2牌ぐらい持ってきちゃったんで、なかなか。関数は現状山に2枚。いやーもう無理だ、これも無理ですね。お店じまい、はい、また積もってくれないことを願う感じですかね。あれテンパった、イーシャンテンって言おうとしたら、これどうしますか。でもちょっとまあいけないです ね、そうですよね、はい、全然いけないです。ウッピーも切りづらいと、どうしましょう。かけれるのか、かけるんですか。ウッパーピン危ないっていう、あるいはウッピン切って闇か。なるほど、ウッピン通しましたね。うん、真田に役なしペンサーマンのテンパイが入ってます。ん、ウッピン通りましたねと、うん、ちょっと堀さんもこれで道ができましたか。ウッピンさえ通せるなら、いやー、キッチこれは無理じゃないか。チーピンか。これ無理でしょうよ。だってこれ本一って言われたら1万2000って言われちゃうもんね。はい。うん、あ、じゃあ本一じゃねえか。俺、イーソーポンしてるのか。イーソーポンしてるけども、トイトイとかね。うん。のかな。まあ、トイトイはローマはね、自分統一で使ってるんで大丈夫そうなんですけど。うん、そういう意味でチーピンも。関数はまだ2枚います。どうだ、あ、
関数は回収。うん。経点行きたい、なんとか店舗に取りたいですね。これ3万引いたらどう？うん、3万引いたら店舗かな？あれ、そんなだか。9ピン切れそうですね。まあ3ワンか6、9ワン引くか E ワン引いたらテンパイですね。ワンでもテンパイですね。まあ9ピンでしょこれ。ね、うん。リーチはしづらいですね、ちょっと。そうですね。なんかだいぶ行きたい。まあ放りもいいじゃんって、あれなんじゃねえか。もう大敗吸収してね、役なしとはいえテンパイ取ってますから。うん、どうなるか。3万も2山かな。3万も2山、あ、1山っすね。1山、はい、全、うんうん、真田以外全1枚使ってるんで。あー、つは無理かな。無理だいぶ厳しいね。ションパイ、小さもションパイか。誰も持ってない。待って待って待って、アンパイがないのかこれ。ない。あれ、あ、でもウーピン、チーピンがあるんじゃないですか。チーピンか、そうだね、うん、チーピンだね。違うの？あ、粘りたいということですか。まあそうっぽいですね、うん、チーズ当たるパターンあるかと。実際はジャントなんですね、チーズ。チーズ当たるパターンないってことなんですね。はい、はい、よいしょ。サナダが6ピン衝撃、はい、うん、これはどうなるんだ。数はもうまだ1枚ありますからね。あ、でもやっぱりそうだね。あれ、ちょっと粘れそうな形に、はい、まあ9ピン、9ピンですね。なるほど、なんじゃない、1枚も切れてないんですか、うん、はい。スーピンは通ってますか、うん、どうだ、引けるか。これ待ち替えますか。お、甘露庵に待ち替えしましたね。変えたね、うん、ここはそんなは地位を考えてるんです。リセットしたってことか。 もはやあまり上がりづらいから、うんうんうん、あ、ナイス、はいはいはい、でペン3番の地位、はい、はい、ちょっと ね、うん、ね、俺さんに地位層とかも一応切られたりしたんで、うん、ちょっとリセットしましたね、一応。なるほど、はい、踏み込ませないように。まあテンパイによってでかいですからね、はい、この局面。さらに役なしのウッパーワン K 点入ってますね。積もっちゃった。これは無理だね、全然無理だね、うん、まあでも K 点なんでね、はい、まだテンパイ取れるかな、どうなんだろう。10名足りるか。これ9万切ったらテンパイですね。ほんとだよ。いやでもさすがに振り切った。いた3万切りだからだ。はい、なるほど、手出し3万だからだね、はい、うん、6、9万の当たるパターン、まあでもこれ上切れてないですかね、まあ、テンパイがそれだけでかいってことでしょうね、はい、この競ってる状況だと、はい、ローアンは、まあ、手出し3万入ってからだっていうのもありますね、はい、うんうん、はい、ローアンも1枚か、はい、あんまり手出し3万が入って6、9番が当たるパターンってなさそうですもんね、間違いなんで、うん、単独6、9番が出てこなそうなんで、はい、あ、関連ワンからいい、関連ワンとか関数ワンから3、5、9、9って持ってて、うん、ウーワン引いてウーワンと基本のシャンプーに変えるとか、うん、ぐらいだけど、9番は自分で持ってるんで、はい、まあ通しやすいねってことですね。ローソー、まあ嘘取ってますね。あ、リーチ考えてるか。なるほど。あ、リーチ考えてますね、これは。確かにローソーとかめちゃめちゃ山にそうだ。あるんだ、あったね。あったね、すげえこと考えてるな、これは。次のリーチ、町はスーワンとローソーのシャンポンです。まあ、いいですね、これ積もったら、あれスーワン1枚いきますよね。スーワン1枚います、うん、
ね。ロウソウ1枚だ。ロウソウもう1枚います。うわマジ、え、はい、そったらあれこの6級層切れないんじゃないですか。あれちょっときつくないですか。チーソー先切りでウソ切りでパーソー4枚目、9層切れそうですね。切れそうですか、うん、なんかシャンポンできますかね。あ、絵先に打てないか。うん、さあ3番切りなんだよな。手出し3番をどう見てるかですね。安全に行くならチーソーにが一番安全そう。まあ、テンパイ取りたいですよね。うん、手出し3番パーソー、手出し3番って急走シャンポン、いやあるな。うん、ありますね一応。結構ある、なんならしょんぱいだしな。ホーリーさんもあるもんね。うん、急走シャンポンだから負けてきたかもしれないもんね。はい、はい、実際ね、ローソーですけど、うん、どうなのか、押せるのか。流局しても上がればトップ。うん、次、次局の経点ですが、どうする。さあ、どうしようかな。そうだね、江崎シャンポンに、急走とシャンカのシャンポンに受け替えたことは全然ありそうだよね。ウーワンとかね、自分は2枚だけど、はい、うん、いや無理なんじゃないかな。これは時間使って確かにですね。切るなら何、チーソーか。うん、切るならチーソーしかないですよ ね。まあローワンが中筋か。いやでもローワン中、あ、ローソーいった。堀の上がりとなりました。え、あれ浦さんじゃない、あれ。リーチ一発浦さん、すごい上がりになりました。なりましたね。数層4枚だから単純な差もそんなに出てこないからね。急走シャンポンの方が危ないでしょということですね。急走シャンポン危ないから多分急走切る選択肢はなくて、はい、数層4枚目だから、はい、ロースを切るんですけど、どれぐらいシャンポンあるかってことですよね。うん、でもテンパイは取り切りたいと。なるほど。麻雀すりやろチャンネルの動画をご視聴いただきありがとうございます。麻雀に関する動画をほぼ毎日アップしております。チャンネル登録、高評価、コメント、 Twitter のフォローなどよろしくお願いします。また概要欄に麻雀プロ団体ライブチャンネルのリンクを貼っておりますので、そちらもご覧ください。リーチ。